南中での戦いの後、竹中半兵衛らは奪起の寸。しかし半兵衛に焦りの色は全くなかった。家宝は寝て待て。そして家宝がもたらされる。それは。失礼する。我らを訪ねてきた者がいるのだが。どうぞ。どうしてよ。それが真夏の降雪のごとく。なあ、お願い、ダッキちゃん助けとって。ひみこ、ダッキちゃんが殺されてまう。俺たちの目的はダッキの捕縛だし、殺されちゃうのはまずいな。こんなに必死なんだもの、協力してあげよ。助けてくれたら何でも言うこと聞いたる。だから。それなら断る理由はないよね。兵は軌道なりってね。さあ出陣。逃げても無駄だよ。あんたはここで死ぬんだ。冗談。戦うの？不意打ちのつもり？そうよ。無駄なのに。ナタさんを巻いたのはいいけど、こっちも敵だらけ。困ったな。逃げても無駄だよ。だって。ダッキがやられると困るしね。急いで助けに行こうか。ダッキちゃん待ってて。すぐに助けたで。アデリンは本当に、まさかこの方に。やれやれ、これはまた凄まじい。人間がどうにかできる相手じゃないよ。追い詰められちゃった。ここにいたらまずいかも。あっ、ダッキちゃん待てーな。ここなら。うそ。ナタさん、私の動きを読んでいたの？空っぽの歯車頭のくせに。悪用より伝令、最高峰殿が容赦撃退に成功したとのこと。希望が出てきたね。さあ俺たちも頑張ろう。さすがにちょっと疲れちゃった。これ以上正義の術で逃げるのは厳しいかな。拙者が参る。チェン、こいつ人間ではない。オリンポスの神々と剣を交えている。ダッキちゃん、気づかんかったんじゃないのか。仕方ない。とにかく追いかけるしかなさそうだね。無駄だって言って。直接教えてあげないとわからないのかな。ここまでもうよくない。これ以上私たちでは無理だ。鮮やかな撤退だね。悔しかったら強くなる。ようやく見つけたぞ。これぞ武の極み。貴様を打ち砕く。よく殿、なぜここに。すっごく怒ってるみたいだけど、誰か極みでも取るの？これが死には
心当たりがないが。ダッキちゃん助けに来たね。ミミコ逃げなさいって言ったのに。みんなこの人らに助けてもろて。今は敵とちゃうで。何度やっても無駄だよ。あんたが僕に勝てるはずないんだ。私が出よう。汗だ汗勝てん。人中最強の武を瞬く間に知り解けるとまさしく人外の武を呼んできた。それじゃダッキーのところへ行こうかな。私が出よう。さすがですが、将兵らの士気も高まりましょう。美しい動きですね。蝶の舞うごとくです。あれ変だな。力がダッキちゃん。よかった。ミミコほんと間に合ってよかったよ。私は助けてほしいなんて言ってないから勘違いしないでよね。はい終了。俺たちの勝ちってことで。助けたのはそっちの勝手でしょ。あなたたちに協力する義理なんてないわよね。ダッキーちゃん。ヒミコそんな目で見ないでよ。うち約束してん。もう仕方ないな。とりあえず太公坊さんのところに連れて行きなさいよ。こうして我々の道は交わったわけだ。これからは協力して妖者を倒す方法を考えようか。俺も共に行くとしよう。剣を明けに染め栄光を得る戦。妖者の巣にヤシオウリを運び込む手はず整えてまいった。しかし何もかもが不足している。今のまま攻めて勝てるとは思えんがな。ああでは一体どうしたら。そもそもあれを出現させなければいいんじゃない。ダッキか。お久しぶり太公坊さん。出現させないってどうやって。妖者出現前には戻れないんじゃ。私の過去になら戻れるわよね。かぐやちゃん、戦界の住人たるダッキ様の存在の縁は人に比べてはるかに太く強いもの。ゆえにそれをよすがに時を渡れば荒波を越えることもできましょう。ではダッキ、刑に問う。過去に戻り、いかにして出現を防ぐ。それは秘密。信用できん。だが、他に手はないか。楽勝なし。